これやったんだと。いくらすんだっけ、いくらすんだっけ、50万以上。50万以上。50万以上。ここだけで多分、ここだけで多分、15万あります。15万ぐらい。うん、15万あります、ね。いや、本当に強くなるよ。ここも痛くない、これ。ここもほら。あ、もう使えない、ここも使えない。あ、じゃあ、辻さんが。何やらかしたの？え、テーブル降りました。しかも、高谷さんの大切な高いテーブルを折っちゃいました。いただき物の大変なことになっちゃって、さっき50万とかしたじゃん、それで。そうなんです、で聞いてます。しかもそのこのアンティーク調になっているところに私が変な汗かきながら、とりあえずこうボンドで直そうと思って直したら、茶色いテーブルが真っ白になったっていう。本当にひでえことになってんじゃん、これ。竹谷さん、塗装します、本当に。ちゃんとこれは大丈夫です、本当に。すいません。月いくら有利に返済させる？月5万円、5万円ずつ。5回入れるの。月5万円で10ヶ月。10回待って。10回待って。とりあえずどうしようかな、なんか4人暮らしみたいなシェアハウスに引くとか。もう二度と使えない、これ。絶対もうダメだよ。いや、全部きれいにします。無理。全部きれいにします。本当にきれいにします。ああ。いや、これも僕、それも私がやりました。これもともと、これもともと、これもともと。いや、ほ、いや、マジでごめんなさいけど、ほんとに。大丈夫、大丈夫。ちょっと、何してんの？聞いてました？今の。どんくらいやれたのかな？いや、そこそこですよ。そこそこ。ちょ、ちょっと。せめて僕の動画見てる。それは。ちょっとユーリはとりあえずそれを今日壊しましたっていう報告が来たの。すいませんでした。あの返却もちろんあったんですけど、うん、あの今日朝あの昼に開けてこれを、うん、開けたら足が折れてて、竹谷さんに電話して、もうどうしたらいいですか。開けた時にさ、開けた時さ、はい、見た時さ、はい、どんな心境なの。心境で一回閉じましたよね。一回閉じましたよ。夢かなって思って夢かけたんですけど、やっぱり折れてて、夢じゃなかった、完全に折れてて、しかもこれ嫌だ、本当に良くないところが折れてて、でとりあえずボンドで止めてから竹谷さんに報告しようと思って、で止めたら、ちょっと待って、ね、それさ、まあ、お前さ、そのボンドで止めて、はい、ちょっとことを済まそうとしたんじゃねえか。ちょっとあの言い方、どっちみちもちろん言うんですけど、一応こう状態がもう修復不可だった時に、ちょっとその言い方変わってくるんです。これもう言葉の言い方が、だから一回こう使えるようになるかをちょっと一回チェックしようと思って、いや、これ全部言わない方がいいですね、こういうことはね。なんかやばい、でもあれでしょ、いいよいいよって言ったんでしょ、電話で。そう、電話したら、大丈夫だよ、そんなのって。よかったの、俺じゃなくて。本当に、三四郎さんだったら、だって、あの、タクさん、イメージ言いましたけど、テーブルは使い捨てだからって。あ、男前。じゃあいいんじゃん。じゃあいいんじゃん。大丈夫だ、ダメです。使い捨てだろ。それは使い捨てなんだろ。ですけど、ダメダメダメ、三四郎さん、ダメ。ユーリがちょっと、でも完全犯罪をやらかそう、やろうとしたら、ちょっと疑惑があるよ。そんなことない。それは絶対言うと。もし、もし、わかんないぐらい完璧にくっついてたら、ちょっと騙したでしょ。いや、わかんなかったと言われたから。そんなわけない。言う言う。竹谷さん、僕は言いますよ。僕は言う人間ですよ。完全犯罪できてる。やばい、修理してみたんだけど、ちょっとこれ直せない、もう取り返しがつかない。しかもこれ、竹谷さんは 今のところまだ言ってないですけど、これ実は初めてじゃなくていいです、私。2回目これを、いや、違う場所なんですけど、その1個前は、鈴木さんで、ありがとうございましたって、一応確認させてもらっていいですか、鈴木さんパパッといたら、ここが1本取れた。え、これ、うん、ここ1本取れた。それは、そっと戻したの。めちゃくちゃ焦って、僕は、はっみたいな。ちょっと待って、お前、人の道具借りて営業行ってぶっ壊して返すってさ、どうなんだよ。本当に、ちょっと本当に、ごめんなさい。折らずに使えないの？違う。君は。僕、そんな壊す方じゃないはずなんですけど、これだよね。本当にごめんなさい、これは。いや俺も昔持ってたから、これの30万ぐらいの。あ、本当ですか。でもめちゃくちゃいいですよね、これ。おほんとだね、全然面白くない、全然面白くない。今問題は、ユーリがそして手ぶらで謝りにしたこと問題だったの。そうだよ。そんなわけない。え、あれ、なんかそんなわけないじゃないですか。そんなわけないじゃないですか。あれ、あれ、あれ、
本当にお気持ち、菓子折りとかあげる間柄じゃないんでしょ、俺ら。お気持ちです、ありがとうございます。頂戴、頂戴します。本当すみません、すみません、これは美味しい、美味しい味です。足りんけど、マジで。あ、大きい。お前は動くな、もう。結構、ぐちゃぐちゃ言う、今回。本当にね、大きいも渡してもね、あれからでも、今日本当にいいよ、いいよって言ってくれたら、いい場所に行かないんで。ちょっと、治りました。みんなで頑張って、綺麗にしよう、もうちょっと。綺麗にします。本当に、ご迷惑おかけしました。すいませんでした。それもちょっと噛んでる。すいません。